僕はとても残念でした。あの日君がホワイト人でなかったことが、スカートもいいけれどホワイト人ならもっとかっこよかったと思います。あの日の映画ダディハリーはどうでした。君はニュースの方が楽しそうだったけれど、クリント・イーストウッドっていいでしょう。今度も学割で見られたらと思います。帰りに飲んだコーヒーは美味しくなかったね。カップミルクを入れた方が良かったみたい。昨日インスタントコーヒーを一瓶買いました。うちで飲むコーヒーってなぜまずいんでしょう。今度お金が入ったらテレビを買おうと思います。隣の田中さんがカラーテレビなので深夜劇場まで見せてもらっています。でもいつまでもそうしてはいられないでしょう。さんの奥さんがとてもいい人で、今朝もベーコンエッグをごちそうになりました。おかげで僕は元気です。この手紙大急ぎでポストに入れてきます。田中さんからもよろしくとのことでした。